皆さんこんにちは、あかねです。今回は韓国ホンデにあるチョコミント専門店に行ってきました。今回ご紹介するミントハイムはインスタで見つけたのですが、去年の年末に有吉ゼミの番組で紹介されたのがきっかけで、日本人からも人気のカフェだそうです。店内のケーキ全部ミントです。そしてありがたいことに日本語のメニューがちゃんとあります。店内はそんなに広くはないのですが、すごく人気のようで、この後すぐに満席になっていました。それから数分でケーキとドリンクが到着しました。おいしそう。かわいい。なんかもう見た目かわいいね。これが日本人から人気のオレオチーズケーキらしい。ここからは私と親友の茶番劇にお付き合いください。色がすごい。これこれでもチーズケーキか。そうそうそう、チーズケーキのこと忘れてた。チーズって思ったら美味しい。結構弱くない？いや結構くる。あんまチーズがくる。チーズケーキか。美味しい。最後まで噛み合わなかったのですが、今編集してて思ったのですが、予想よりもチョコレート感が少ない味だったので、チョコミントケーキを想像して食べると少し物足りなさを感じるかもしれません。他にも美味しそうなケーキがたくさんあったので、次回行った際は他のケーキも試してみたいなと思います。カフェオレはミルクがたっぷり入ってて美味しかったです。そんな感じで今回ご紹介したミントハイム、チョコミントの皆様ぜひ足を運んでみてください。今回の旅のストーリーズはインスタの方でハイライトにまとめているので、よろしければそちらの方も合わせてご覧ください。今後も韓国旅行に関する動画たくさんアップしていくので、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。